人気のクロコダイルのデザインを今回はアイシングジェルとミラーパウダーを使って表現していきたいと思います。今回使っていく道具はこんな感じです。ではまずですね、カラーから作っていきたいと思います。まずこのベトロの55番白のカラーなんですが、これはアート用に使っていくカラーなので、白自体がちょっと濃いめなので、だいたいこれくらいの量を取っていただいてですね、ここに85番の焦げ茶を足していきます。クロコダイルの柄はこの85番で作っていくんですが、ベースに引いていくカラーはですね、白を入れて少し柔らかめグレージュのような感じのカラーにしていきます。でこの色合いの調整に関してはですね、ちょっと焦げ茶を徐々に足しながら濃さを調整していただくといいかなと思います。白が強すぎてもクロコダイルの柄との差がですね、はっきり出てしまいますし、濃すぎても今度はですね、違いがわからなくなってきてしまうので、そこだけちょっと調整していただくといいかなと思います。でそこにですね、メルティのクリアジェルを混ぜて少し柔らかめにしていきます。とこのベトロのカラーだけではちょっとアート用なので濃すぎてしまうので、そのためにクリアジェルを入れている感じです。ですのでこういったアート用のジェルでない方はですね、クリアジェルを入れなくても問題ないです。はい、こんな感じです。だいたい白1、焦げ茶3、クリア2ぐらいの割合で入れてください。では早速塗っていきます。イラ筆にだいたいこれくらいの量を取っていただいて、と根元付近にまずカラーを置いて伸ばしていきます。根元のキューティクルのラインを作るように根元にかけて伸ばしながら、そのまま先端にかけて筆を引くようなイメージです。カラーを塗っていく時のちょっとしたポイントとして、ムラができやすいカラーなどは筆を寝かせるような感じでカラーを伸ばしていくとムラができにくくなってきますので、筆を立てないように寝かすように塗っていくといいです。そしてキューティクルのラインを作るように塗っていくんですけれども、この平筆の角の部分を使ってサイドのラインをきれいに引いていきます。まずはこの根元、サイドのラインをきれいに引くような感覚で塗っていただいて、最後に色合いをですね、筆を寝かせながら調整してムラなく塗っていきます。はい、では硬化していただいたらですね、一度ジェルワイプにエタノール含ませていただいて未硬化ジェル拭き取ってください。この状態でクロコダイルの柄描いていきたいと思います。この先ほどご紹介したベトロの85番焦げ茶の柄を使って描いていきます。しっかりと混ぜてください。このベトロの85番も一応アート用のものではあるんですけれども、意外と柔らかいのでそのまま塗っていくこともできると思います。ではですね、使っていく筆なんですが、今回プリジェルのスピリッツという筆を使っていきます。この筆なんですけれども、私が普段グラデーション用に使っている、トリネのブラシだったりとか、あとインパクトのフラットアートブラシですねとかに比べると、ちょっと筆の絵がですね短いんですけれども、すごくこれアートに使いやすい筆ではあるんですが、ただちょっともう少しお手頃でいい筆がないかなと思いながら、ちょっとまた時間を見て探してみたいと思います。アートに使っていくのにはですね、すごく使いやすくていい筆だと思います。では早速クロコダイルの柄ですね、描いていってるんですけれども、規則正しく書きながらも、あまり規則正しく書きすぎてしまっても、ちゃんとしたクロコダイル本物っぽくですね、ならなくなってしまうので、ラインをしっかり取りながら、ちょっとランダムに書いていけるイメージでやっていきたいと思います。まずはですね、私根元の部分から書いていくんですけれども、その根元の部分もこの鱗がですね、丸々1個ボンってあるような感じではなくって、ちょっと途切れているような部分から始めていくと、アートは綺麗にやっていけると思います。まずはこの根元の途切れている部分を一つ描いていただいて、その下にですね、こんな風に大きめに少し鱗を描いてもらって、そのサイドをですね、そこをつなげるような感じで描いていくんですけれども、この鱗を描きながら、この鱗と鱗の間のラインを作っていってるようなイメージになるので、この間のラインがですね、できるだけ細めの方がかっこよく仕上がってくるので、このカラーとカラーの隙間をですね、できるだけこう隙間なく、ちょっと細いラインにできるようにですね、詰めて描いていただくといいです。私このクロコダイルの模様を描いているとキリンの模様に見えてくるんですが、確かにこの爪に表現していくのに、このやっぱ小さい幅になってくるので、やっぱり結構似ていると思うんですけれども、キリンの模様とこうクロコダイルの模様の違いをですね、よくネットとかで検索してみるんですが、
キリンはもう少しこう柄がもちろん大きいのと、もうちょっとこうランダムな感じなのと、この線の部分もですねちょっと太めのところになってくるんですが、クロコダイルは結構本当に規則正しく並んでいる感じが多いので、最初にご紹介したように規則正しく描きながらも少しいびつなところを作ってみたり、あとはこの線のところですねをできるだけちょっと細めに取るようにですね殻を塗っていくといいと思います。ではこんな感じでしっかり硬化していただいて、まずですねトップジェルで一旦コーティングしていきたいと思います。トップジェルでコーティングしてから最後にですね表面のこの鱗の部分をですねちょっと本物っぽく立体に表現していきたいと思うので、まずはここでですねしっかりとトップジェルで綺麗にコーティングしていきます。今回のデザインはですね最後に鱗で立体に表現していくので、光のライン、ここでのこのトップジェルの光のラインはそこまで正直気にしなくてもいいんですけれども、こうやっぱり表面があまりにもボコボコしてしまうと、この上に立体をつけていくときにこの立体の部分とこう下の部分とのこの強弱がですね分かりにくく、鱗の部分だけを出したいのでそれが分かりにくくなってしまうので、ある程度はやっぱり綺麗にコーティングしていただくといいと思います。そして未硬化ジェル拭き取っていただいて、形をですねサイドの部分しっかりと整えていきます。このサイドのラインもですねここでしっかりと整えていくことによって最後がですね綺麗に仕上がってきますので、必ずですね整えてあげるといいと思います。ではここにですねプリジェルのマットコートを使ってマット仕上げにしていきたいと思います。キラ筆を使って塗っていきます。通常 のカラーを塗るときと同じような筆でですね塗っていくんですけれども、マットコートって結構ですね強めにこう薄く塗ろうと思うと結構筋ができやすくなってしまうんですけれども、でも筋ができてしまうとそのままですね固まって筋が最後残ってしまうことになるので、できるだけこう筋が残らないようにあまりこう薄くならないように塗っていただくといいと思うんですけれども、塗っていただいてからしばらくこうちょっと数秒ですね置いていただくと綺麗に馴染んでくるので、少し待ってから硬化ライトに入れていくといいと思います。で、硬化して拭き取っていただくとこんな感じでマット仕上がりになってきます。これ鱗の部分にですねまた立体にしていくので、鱗の部分はマットの意味はないんですけれども、このラインのところをですねマット仕上げにすることによってこの鱗の部分の立体がですね強調されてくるので、まずここでですね一旦ベースをマットにしている状態です。ではここから鱗を作っていくんですけれども、アイシングジェルとあとはネイルパフェのミラーパウダーですね、オーロラブラウンというカラーのものと、またこれですねプリジェルのスピリッツの筆を使ってやっていきたいと思います。そして今回ミラーパウダーチップでつけていくんですけれども、このチップも100均で購入したアイシャドウ用のチップなので、これどんなものでも大丈夫です。ただ太いのとこう細いのとあると思うんですけれども、細いものをですね買っていただくと結構こういったアートの時にですね使いやすいと思うので、細いものをですね購入していただくといいと思います。ではまずネイルタウンのアイシングジェルで、この鱗の部分を先ほどベトロの焦げ茶でですね作ったこの鱗の部分を上からなぞるような感じでアイシングジェルを上にのせていきます。この鱗の部分を立体に表現をしていくんですけれども、鱗の部分をなぞるような感じでアイシングジェルを置いていくんですが、あまりこうたくさんアイシングジェルを置きすぎてしまうとこう立体がですね結構強調されてしまうんですが、あまり立体をつけすぎるとやっぱちょっとクロコダイルより遠ざかってしまうと思うので、あまり量を乗せないようにですねこうなぞるような感覚で少し置いていくというようなイメージでやっていくといいと思います。今回はこの上にミラーパウダーで少しですねアレンジを加えていきますので、アイシングジェルで膨らみを出しているんですけれども、ミラーパウダーを使わない時ですね、通常私はハードジェルでこういった膨らみをつけていくんですが、ハードジェルもソフトジェルに比べると固めなのでこうタレがですねそこまで気にならないんですけれども、やっぱりこのアイシングジェルの方が本当に広がりが一切ないと言っていいほどですね、こう作ったラインからはみ出てこう流れていくといったことがないので、こういったクロコダイルの模様のようにいっぺんにこう膨らみをですね出していきたいなっていった時には、こういったアイシングジェル、動きがないようなジェルをですね使っていただくといいと思います。
そしてこの動きがない分ですね、しっかりとこのラインをもう一度ですね、やっぱりラインがどうしてもちょっと太くなってしまうと思うので、そこの部分をこうカラーとカラーの間をですね、隙間をできるだけこう補足できるように上に乗せていただくといいと思います。で、硬化していただいたら早速ですね、ネイルパフェのオーロラブラウンのミラーパウダーこすりつけていきたいと思います。チップのこの細い部分にですねつけていただいて、これも蓋についている粉を少しこう拾っていただくような感じでいいんですけれども、全体にきれいにこすりつけていくわけではないので、ほんの少しチップにつくような感覚でこすりつけていきます。で、このこすりつけていく部分なんですが、今見ていただいてわかるように、この鱗の鍵カッコになっているこの赤い線の部分にかけてですね、ミラーパウダーをこすりつけるイメージで塗っていきます。鱗全体をこすりつけるのではなく、こう鍵カッコのようにですね、 L 字になるような感覚でこすりつけていくことによって、この光沢がある部分と光沢がない部分、よりリアルに仕上がってくると思います。これ全てのこう鱗の部分をですね、同じ部分、この L 字になるように本当に角のところにこすりつけるような、こんな感じでやっていただくと、このミラーパウダーもオーロラブラウンなので、本当に角度によって光り方がですね変わってくる分、本当にこれもよりリアルな感じに表現できてくると思います。こんな感じだけでもすごく素敵ですよね。このオーロラブラウンのパウダーでなくてもですね、今カメレオンパウダーだったりとか、ミラーパウダーもカラージェルのように私ちょっと混ぜて使うのもありだと思うので、今回で言ったらこの赤みのある感じのパウダーとオーロラのパウダーを混ぜて使っていただいてもいいと思います。いいねと思ったらいいねボタンぜひお願いします。ミラーパウダーを出すだけでなんか高級感が出て素敵ですよね。では最後にですね、ノンワイプトップジェルでミラーパウダーをこすりつけたので、そこの部分ですねしっかりとコーティングしていきたいと思います。で、この鱗の立体のこうミラーパウダーをやったところだけにノンワイプトップジェルでコーティングしていきますので、パレットなどにですね取っていただいて筆で塗っていきます。この鱗と鱗の隙間の部分ですね、最初にマットコートを塗っている分ですね、この鱗からこう流れ落ちてツヤが出てしまわないように塗っていただきたいんですけれども、これ綺麗にこの鱗の部分をしっかりと塗ろうとするのではなく、ミラーパウダーをこすりつけたところにですね、このノンワイプトップジェルを置くようなイメージで、もう本当にさっさっさと塗っていただくだけで、最後これエタノールとかで拭き取っていただいてもですね、濡れてないところを取れてしまうんですけれども、それも結構逆に自然な感じに、いびつな感じに仕上がってくるので、それはそれでとっても素敵だと思うので、しっかりと鱗の部分塗ろうとするのではなく、もうさっさっさと塗っていただければ大丈夫です。では最後にですね、このチェーンをですね少し入れ込んでいきたいと思います。クロコダイルって結構高級っぽいイメージがあると思うんですけれども、それにちょっと付け加える感覚で、チェーンも高級っぽくこうゴージャスに見えるこのチェーンを使っていきたいと思います。このチェーンなんですが、以前も動画でご紹介させていただいたように、メールでいろいろなチェーンを送るので使ってみてくださいと言ってですね、いただいたチェーンなんですが、思いのほかたくさんいただいてしまって、結構本当にいろいろなこう上品な感じのチェーンがたくさん入っていたので、これからですねいろいろこう動画の中で使っていきたいと思います。チェーンは、大体ですね、これくらいの長さにしたいなと思うよりちょっと長めでカットしていただいてくっつけていくんですけれども、クリアジェルを今回はですねチェーンを置く部分にだけ塗っていただいて、そこにチェーンを優しく乗せていきます。この前お客様と話していたんですが、こういったチェーンも昔はこうブリオンがくっついたようなチェーンしかなかったのに、今は本当にいろいろおしゃれなチェーンが出てきてるよねと言って話をしてたんですけれども、確かに本当に今はいろんな種類のチェーンがあるので、こういったニュアンスデザインとかも今流行っているので、中に色込んでいったりとかアクセントとして使っていくこともできるので、チェーンの種類は本当にいろいろあるといいと思います。今回もちょっと飾りのようにチェーンをつけたので、このチェーンを乗せたところだけにですね、しっかりつや出しのトップジェルでコーティングしていただいて、こんな感じで完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そして少しでもお役に立てる情報をお伝えできればと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでいかがだったでしょうか。
クロコダイルのデザインをですね、今本当にいろいろなミラーパウダーが出ていると思いますので、こういったいろんな光のあるこうミラーパウダーでアレンジしていくのもとっても素敵だと思います。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。続いて我が家のちょっとした出来事です。最近朝晩とだいぶ寒くなってきましたよね。今年ももう残すところあと2ヶ月我が家の夏の恒例で山で土肥を起こして魚を食べるという、何度か動画でもご紹介をしてきましたが、そろそろまた春まで山に行けなくなるので、最後にもう一度だけ楽しんでおこうということで、また山に行ってきました。ちょっといろいろと用事を済ませてから行ったので、いつもより全然こう遅く出発したので、やっぱり夏に比べると日が沈むのが早いので、夕方近くだいぶ暗くなってきたんですが、またこれはこれでこう日が沈む時の少し暗くなった時のこの焚き木の感じがすごく素敵でした。ただ山は暗くなるのが早いので、そして暗くなったらもう本当に真っ暗になるんです。そうなる前にとすごく急いで魚を焼いて慌ただしく食べて帰ってきたんですけれども、やっぱり外でこう火を起こして魚を焼いて食べるという行為、家で魚を焼いて食べるのとは本当に違いますよね。冬になるとできなくなるのが寂しいですが、また春にできることを楽しみにまた頑張りたいと思います。そしてまたまた我が家のおてんば下娘、本当に我が家のおてんば下娘は上娘と中娘とは違って、本当にちょっとこうザ女の子って感じなんですが、女の子なら好きであろうものが本当に一通り好きだし、女の子ならやるであろうことを一通りやるんです。先日も私が仕事から帰ってくると、ママ見て見てお化粧したのと、ありえないお化粧の仕方ですごくびっくりしました。そして毎朝のように髪型の注文があるんですけれども、ちゃんとこう本を持ってきて、アナみたいにこうやってこうやってこういう風に言って、本当に注文が多いんです。そして必ず出来上がると写真に撮って見せてと、真ん中の子と上娘はこんなことなかったので、本当にこの子はなんか不思議なんですが、結構これってあるあるなんでしょうか。私自身もこう結構こうザ女の子っていう感じの性格でもないので、なんで本当にこのおてんばした娘がこんな風になったのか不思議で仕方ありません。ザ女の子なんですが、やっぱりおてんばさがすごいので、もう少しおしとやかな女の子であってほしいんですけどね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。